シーマナエ、お元気ですか？元気です。はい、お元気ですね。シーマナと初めて会った日は我が敗者復活戦の日で、シーマナにとっては挑戦者としてのバトルの日だったね。はい、初めてシーマナをモニターで見たとき、とってもおっとりしっとりしていて、ふんわり可愛らしい女の子だなって思いました。我は人見知りで全く話しかけられなくて、うん、その日は挨拶だけして終わったのを今でも覚えております。懐かしい、うん、そこからアンダーとして一緒に活動することになって、お仕事のたびに島名から話しかけてくれるようになって、ちょっぴり仲良くなった時くらいの一言が、みっちゃんが一番大好きですって言ってくれたこと本当に本当に心の底から嬉しかったよ、うん、そこから一気に仲良くなったね。一日の初めに会う時には必ず、今日も可愛いね、大好きだよって言ってくれるし、いつもギュッてしてくれるし、楽屋では隣で座ったり、トイレに行く時もいつも一緒。 LINE は毎日してて、電話だっていつも長々とお話しするし、ゲームで通信もするし、お仕事以外でもたくさん遊んでくれたり、我の今の生活には島田の存在がとっても大きいです。よく言うけど、こんなに好きって言ってくれる人は我の人生の中では島名が圧倒的一番でございます。お弁当を2つもらってたり、ケータリングのお菓子を嬉しそうにゲットしたり、嬉しいことがあるとはちゃめちゃに声が大きくなって猿みたいな動きをするところとか、ツンデレな部分とか、ズバズバと鬼のような発言をするところとか、全部全部含めてとっても大好きです。ラストアイドルで島田に出会えたことに感謝してます。これからもずっと一緒に最高の時間を過ごそうね。誰よりも島田の味方、高橋みのりより。ありがとうございます。泣いてませんね、これ。涙は出なかったんですけど、泣いてないね、うん、ちょっとちょっぴり、うんうん、お猿みたいなのが入ってて、うん、なんかやっぱみっちゃんらしさがあって、うん、でもなんか本当に島田はなんか嬉しいことがあったりすると、本当に猿みたいなの、うわってきて、なんかそう、こんな感じでも体を全身で表現するところとか、本当にあの、はいはい落ち着いてっていつも言うんですけど、内心あーすっごい可愛いなって思って見てます、うん、いやでもすごい嬉しかった。そうでね、手紙、うん、そう、わー絵を描くのが好きで似顔絵を描きました。二人の似顔絵、すごいえでもなんか、うん、すごい嬉しかったんだけど、うんうん、大好きだよがなかった、うん、あれちょっと待ってね、ちょっと確認入りますうんうんうん、島田先生、うん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 、嬉しかった、うんうん、そうやってトイレ一緒だった、うんうんうん、ずっと大きいです、うんうんうん、あ、ありました、全部全部含めてとっても大好きですって1回だけ言ってますね。1回だけだけど、ごめんね、1回だけしか言ってないや。え、でもありがとうございます、うん、本当に大好きです、びっくりしてます、うん、はい、これ大切にしてね。うん、それ、ごめんね、涙出なかった。本当に涙、ね、全く出ない人ですね。そう、結構涙出ない系だから、うん、でも、あの、きっと彼女は後で LINE で本当に嬉しかった、ありがとうって LINE をくれるに違いないです、はい、うん、ありがとう、うん、感じ持ってるよね、ちゃんと合ってます、うん、はい、ということでお手紙でした。ありがとうございました